川さん、大変ですよ。どうした？大変ですよ。どうしたの？始まりますよ。始まる。はい、YouTube ライブが。おお、そうそう。ちょっと声かけられましたね。はい、はい、あの。OM システムストアがオープンして2周年。はい、2周年。はい。ね、早いですね。随分ね、あのキャンペーンも増えてきたりしてね、あの多くの人にね利用していただいてるんですけど、ありがたいです。2周年で周年祭やりますというね、はい、話があって、はい、その中でイベントやりたい、はい、何のイベントするのって言った、お二人で生配信してくださいって言われたんですけど、いつもね収録して、はい、まあ、解説入れて配信してるんですけど、うん、はい、生でやるってね、ライブがいいってやったことないですね。ないですね、ということでね、いつやるんですか。ああ、これが10月の25日の金曜日ですね、はいはい、でショールームが18時まで営業になってますから。あ、そうですね、営業してますからね、はい、うん、それが終わった終わって、はい、18時30分から19時30分の間、はい、1時間ですね、1時間ぐらい、はいはい、生配信してくれますか2人でね、はい、あのいつもやってる動画がね、うん、あの多くの人に喜んでもらえるんじゃないかということでね、うん、はい、なんでって聞きましたけど、何やるんですか。はい、皆様の質問に何でも答えますといやいや、うん、そんな感じでですね、今募集中なんですよね。募集中ですね、はいはい、で、あの、うん、周年祭の特設ページありまして、はい、で下の概要欄にも貼っておきますんです。あ、そうですね、はい、この動画の概要欄にも、ね、入れておきますけれども、はい、10月24日まで、はい、あのご質問ね入れていただけたらと思います、うん、はい、ご質問って言ってもね、やっぱりショールームですからね、普段いただいてる内容みたいなものがいいのかなと思うんですが、うん、はい、あの、まあ、例えばね、あの2つのレンズを迷っていてどっちがいいかなというご相談も多いですね、うん、はい、そういうようなものでもいいですし、まあ、カメラでも当然いいですし、うん、あとカメラね、あのいろんな機能ついてますけども、初めて使う時ってやっぱりちょっとこう、あれどうだったかなってあるじゃないですか、うん、はい、そういうの質問多いんですがね、うん、あのそういった機能の質問でもいいのかなと思います、はい、うん、まあ、たくさんね、あのいただいてもちょっと全部はね取り上げたりは難しいですが、はい、なんかピックアップしてそうですねお話しして、うん、あと他のね、あのいただいた質問も今後もね動画続けていく中で、その内容の参考にもなるかと思いますしね、うん、はい、あのたくさんいただけたらなと思います、うん、あともう一個ね、あ、はい、まあ、これ家って言われたんで、家って言われた、店長に言われた、はいはいはい、あの私たちへの応援メッセージなんかもねちょっとおこがましいんですけれども、はい、あのいただけるとおかげさまでやっぱりね、はい、あの前にもお話ししましたが、うん、ご来場いただくお客様からいつも見てるよっての本当 に、うん、本当にあの声かけてくださるようになってね、うん、ありがたいです。嬉しい気持ちで接客をしておりますけども、うん、あのなんか遠くでね、はい、来られない方もこの機会ぜひちょっとコメントいただけたら嬉しいです、うん、なんか感想とかでも大丈夫ですね。そうですね、はい、はい、そうそう、あとのライブ配信と違うんですけども、はい、あのインスタグラムでね、はい、写真を募集してる。あ、はい、やってますね。そうそうそう、うん、みんなで語るOM システムフォト自慢ということで、はい、テーマが手ぶれ補正、まあ、手ぶれ補正、はい、結構最強と言って、ね、うん、言われてますけども、はい、それで撮った自慢の写真をインスタグラムでアップしてくださいと、はい、やり方はね、はい、ハッシュタグをつけて投稿してもらうだけですからね、はい、ご自身のアカウントで投稿していただけると思います、はい、ハッシュタグシャープ、はい、OM 手ぶれ補正最強もう一回シャープはまあハッシュタグですね、はい、OM 手ぶれ補正最強最強、はい、あのこの間の9月に芦ノ湖で花火大会があったんです、はい、その時に箱根海賊船がこう花火観覧船って動いたので、はい、それ乗りに行ったんですけど、はい、もう全然三脚が立てられなくて、うんうん、手持ちでね、うん、船から花火を撮った、うん、その写真もねアップしました。はい、はい、いや探しに行けば高橋さんの写真が見れるとはい、ということでね、あの手ぶれ補正っていうのはあのシャッタースピードが遅くてもね、あのブレずに撮れるっていう効果もありますし、もう一つね、超望遠レンズなんかの時に、うん、もう揺れて揺れて構図が安定しないじゃないですか、はい、それが
ピタッと安定すると、うん、結構野鳥を取ってる人にね効果も大きいんですけど、うん、そういう手ぶれ補正の効果もありますからね、夜とか夕方の写真ばっかりではなくですね、うん、そういった写真も応募していただけたらなと思います、はい。まあ、当日ですね、まあ、ライブの時に少しどんな写真が上がってるかなって皆さんと一緒に見られたらなと思いますね、はいはい。ぜひね、ライブ生中継に来てください、はいはい。